パシフィックリーグ、パシフィックリーグは日本のプロ野球リーグの一つ。正式名称は日本プロ野球組織、パシフィックリーグ運営部、パリーグと呼称される。1949年11月26日に開かれた各球団の代表者会議で新球団加盟の是非をめぐり、日本野球連盟が分裂した。その日の午後一時には加盟参政派の阪急ブレーブス。 あとのオリックスバファローズ、南海ホークス、あとの福岡ソフトバンクホークス、東急フライヤーズ、あとの北海道日本ハムファイターズ、大ースターズ、あとの大英ユニオンズに新球団の毎日オリオンズ、あとの千葉ロッテマーンズ、西鉄クリッパース、あとの埼玉西武ライオンズ、近鉄パールス、あとの大阪近鉄バファローズも加わり、計七球団で太平洋野球連盟が発足し、 決断式が行われた。閉幕まで3日を残した1949年シーズン末のことである。初年度の1950年は、親会社のバックアップで戦力を充実させた毎日、オリオンズが優勝し、日本シリーズでも、招致クロビンスを倒し、日本一に輝いた。当初参加を予定していた、大阪タイガース、後の阪神タイガースは、 看板カードの巨人戦を手放せないとして、最終的に離脱、日本野球連盟に残留した。こちらが、現在のセントラル野球連盟、いわゆるセントラルリーグ、セリーグである。この時代は、南海と西鉄の黄金時代で、両者の対決は、黄金カードをとまで呼ばれ、1959年には、セリーグとの観客動員数が拮抗したこともあった。その一方、 奇数球団による試合日程の不具合を避けるため、1954年のシーズン開幕前には、高橋ユニオンズ、1955年のみ、トンボユニオンズが加盟して8球団となった。同球団は1954年から1956年の3シーズンのみ参加し、1957年2月に大英スターズと合併、大英ユニオンズ市7球団となる。さらに、 1957年シーズン終了後にはその、大英ユニオンズと毎日、オリオズが合併、毎日大英オリオンズ四六球団となり、現在に至る。1960年代のテレビの普及は、テレビ局を関連会社に持つ巨人を中心に、セリーグの人気を高めたが、マスメディアを親会社に持たないパリーグには、逆風となった、毎日新聞社は1960年11月に、 ダイオリオンズの経営から撤退。そんな中、大前のオーナーになった、長田正一は資材を投げ打って、東京、南千住に1962年、東京スタジアムを完成させた。それでもパリーグの活性化には遠く、特に巨人が v q をスタートさせてからは、影が薄くなる一方であった。1969年オフに勃発した黒い、霧事件は、西鉄ライオンズに、 致命的なダメージを与え、パリーグ全体のイメージダウンともなった、西鉄は1972年にライオンズを中村長吉二条都市球団経営から撤退。また、映画産業の衰退で球団を支える、経営体力がなくなり、大英、長田正一、中村長吉は、ロッテへ、東英は北区ホーム日本ハムへと、大手映画会社の球団上渡が、相次いだ、プロ野球再編問題。 1973年を参照。さらにロッテに至っては、大英倒産に伴い東京スタジアムが使用できなくなったため、本拠地を転々としなくてはならなくなったジップシーロッテを参照。そして1975年には、パリーグの観客動員数がセリーグの約3分の1にまで落ち込んだ。パリーグ関係者は、この低迷を打破しようと前期。 後期の2シーズン制の採用、1973年から1982年、指名打者制度の採用、1975年体など、いろいろ新規軸を試みる。中には、邪道とも言える、太平洋とロッテの遺婚試合を演出してまで、観客動員を増やそうとした例まであった。1970年代は、阪急の黄門時代で、 特に1975年から77年まで3年連続日本1となったが、関西ではスポーツ紙が阪神タイガースの記事一辺倒のため、阪球以外に南海、近鉄も含めた在阪パリーグ3球団の観客は増えなかった。特に1977年6月の南海阪球戦は在阪球団同士による首位攻防戦であったが、 当時は前日したように2シーズン制で、事実上の前期優勝を争いとなっていた。当日は、阪神の試合がなかったにもかかわらず試合の翌日の一面は、掛布正幸の特訓記事だった、と当時南海の監督であった、野村克也は、著書で述べている。ああ、阪神タイガース、負ける理由、かつ理由角川湾テーマ21。1978年。 西鉄から譲渡を受けた者の,の経営難に陥っていた中村長吉からライオンズを買収した西武グループは球団経営に革命を起こす。大リーグ並みと言われた西武ライオンズ球場の建設、ファンサービスの充実、金に止めをつけない選手補強などを行ったことで、それらの施策が功を奏し多くの観客が詰めかけ、1980年代には実に5回の日本一を成し遂げ、 球界の新名手とまで言われるようになる。NHK だけでなく民放テレビ局も、巨人戦一辺倒から、西武戦をも放送するようになった。またその頃は、清原和弘、阿波野秀幸、西崎幸弘など、魅力のある選手がパリーグに登場し人気を集めることとなった。しかし、それでも、セリーグとの観客動員数では依然として差があり。 とりわけ連日観光庁が泣いていた川崎球場では観客が流しそうめんをしたり鍋料理を囲む等の光景が展開されるなどオフのプロ野球チンプレーコープレー対象でも格好のネタになっていた。また、阪急は少しでも観客を増やそうと1981年に球団マスコット、ブレイビーを登場させたり、1983年には 福本豊から3選手と競争場を競争させるアトラクションまで行った。それでも観客像には結びつかず、南海と阪急は球団を持つ使命は終えたとして、共に1988年秋に南海は大英に、阪急はオリエントリースに、それぞれ球団上等を行った。当時のパリーグの不人気ぶりはコンピューターゲームにも反映されており、 ニンテンドウが1983年に発売したファミコン用ソフトベースボールではモチーフがセリーグ6球団のみであり、後にナムコ、後のバンダイナムコゲームスから発売されたプロ野球ファミリースタジアムでも1986年版と1987年版はソフト容量の問題からセリーグをモデルとしたチームは6球団すべてが独で収録されたのに対し、 パリーグをモデルとしたチームは連合チームが多く見受けられた。なお、1980年に名称をパシフィック野球連盟に改称している。1990年代前半は西部の黄金時代が続き、1990年から1994年までパリーグ史上唯一の5連覇を飾ることになる。その頃のペナントレースは西部に近鉄と日本ハムが 追う展開であった。1994年は、彗星のごとく登場した一郎は1シーズンで200本を超えるアンダーを放つ、大活躍でファンの人気を集めた。また、一郎の所属するオリックスも阪神、淡路大震災後の復興のシンボルとて、ファンからの後押しもあり1995年、1996年と連続優勝を成し遂げる。一郎の他にも、ノモヒデオ、 松坂大輔など全国級のスーパースターがデビューしたのもこの頃である。一方で本拠地球場が地区40年以上を経過し、老朽化が顕著な問題となり始める。同時にプロ野球企画の新球場が相次いで完成したため、地元の誘致もあり、1991年にはオリックスが神戸総合運動公園野球場に、1992年にはロッテが 千葉マリンスタジアムにそれぞれ本拠地を移転した。さらに1990年代半ばになると、1993年には福岡ドームが、1997年には大阪ドームが新たに開業し、1999年には西武ドームが西武ライオンズ球場の改装により誕生した。このため、すでに東京ドームを本拠地としていた日本ハムを含めると、 6球団のうち実に4球団がドーム球場を本拠地とするようになった。これらの最新の球場は人気を集め、スター選手の登場との相乗効果により、1997年にはパリーグの観客動員数が増えセリーグの70%近くまで持ち上げることとなる。1999年には福岡大英ホークスが日本シリーズを制覇し、翌2000年のリーグ連覇で、 地域密着球団の成功例として球界に大きなインパクトを与えた。これが後の2004年に日本ハムが地域密着型球団を目指して北海道へ移転する大きな契機になった。また、この移転とともに球団名も北海道日本ハムファイターズと改められた。これより東京都を本拠地とするパリーグ球団が消滅した。 ただしこの頃はまだ地域密着があまり注目されておらず、ロッテも1992年に川崎から千葉に移転の際、球団名を千葉ロッテマリーンズと改めていたものの、長年の低迷もあり観客動員数は伸び悩んでいた。地域密着が本格的に注目されるようになったきっかけは、2004年6月に大阪近鉄バファローズと、 オリックスブルーウェーブの合併が突如発表されたことで、ある。これにより、一時はリーグ存続が危ぶまれる状況となったが、楽天、東北楽天ゴールデンイーグルスと、ライブドア、仙台ライブドアフェニックスが新規参入に名乗りを上げ、同年11月2日のオーナー会議の席上で東北楽天ゴールデンイーグルスの参入が決定した、プロ野球再編問題、2004年。 これにより、2005年以降も6球団制が維持されている。大阪近鉄バファローズの消滅により、パリーグ創設以来、経営母体が変換されたことのない球団は、新加盟の東北楽天ゴールデンイーグルスのみとなった。パリーグの各球団は、この反省を教訓に、様々な地域密着方針を打ち出した。ロッテは、 すでに川崎から千葉に移転して観客は徐々に増加していたとはいえ依然として観客動員数が伸び悩んでいたため行政とも協力して千葉マリンスタジアムのボールパーク化構想を打ち出した。また熱烈な応援や独特な球団スタイルを作り上げることによってファンを増やすことにつなげた。その回もあり2005年には31年ぶりに日本一に輝き 5年後の2010年にも再び日本一を達成した。日本ハムは東京ドームを本拠地としていた時代は観客動員数の低迷にあえいでいた。2004年にこれまでプロ野球球団のなかった北海道へ移転した。移転当初の北海道では長年にわたってテレビ中継が巨人戦中心だったこともあり、巨人ファンが圧倒的に多かった。そのため、 新規ファンの開拓は困難とされていたが、地元マスメディアや自治体のバックアップと移転後の球団フロント及び監督や選手らによるファン獲得への努力により既存の野球ファンをはじめ、その他にも女性などのこれまで野球に関心のなかった層の獲得とファンの定着化に成功した。2006年には本拠地移転を契機にわずか3年で久しく遠ざかっていたリーグ優勝と 日本一を達成、翌2007年にはリーグ連覇を果たし、以降は優勝争いに絡むシーズンも増え、飛躍的な変化を遂げた。福岡に本拠地を置いた大英や千葉に移転したロッテなどに続いて、日本ハムがプロ野球球団のなかった北海道に移転して新たにファンを開拓し、結果を出したことによって、フランチャイズ球団が 地域にもたらす効果や球団にもたらした変化など、地域密着スタイルが、再び、クローズアップされることになった。2005年には、新たに楽天が参入し、宮城県をフランチャイズとする、東北楽天ゴールデンイーグルスが誕生した。西部も、経営陣が刷新された後の2008年からは、球団名に、埼玉を掲げ、県内の大宮でも主催試合を行うなど、 地域密着の姿勢を打ち出した。これらにより、新たな地域密着型のリーグとしての方が、確立されることとなった。2005年からは、セリーグとの交流試合を開始した。2007年5月に、パリーグ所属6球団により、共同事業会社パシフィック、リーグマーケティング株式会社、PLM を設立。当初は携帯電話向けの動画配信サービス、プロ野球24を、 主要務として今、2008年シーズンからは、パリーグ全球団のウェブサイト、携帯電話向けウェブサイト、インターネット動画配信、携帯電話向け動画配信が、PLM により統合管理され、クライマックスパをはじめとした、共同プロモーション展開などを担うこととなった。現在は、メジャーリーグベースボールのビジネスモデルを手本にした、リーグ統合型のビジネスを、 球団の垣根を越えパリーグ全体で模索している。2009年1月1日の改定日本プロフェッショナル野球協約発行に伴い、連盟事務局と直下の審判部、記録部は、コミッショナー事務局、セントラルリーグ事務局と統合され、コミッショナー直属の審判部、記録部、パシフィックリーグ運営部となり、リーグ会長職は廃止された。セリーグには、同様に、 セントラルリーグ運営部がある。2010年、リーグ戦の年間共産者としてマニュライフ、生命保険株式会社と提携を結ぶことを発表した。これまではクライマックスシリーズでの共産者はあったが、年間を通しての共産企業との締結はリーグ史上初。同社の共産は2011年、2012年シーズンも継続していた。年は、 スポーツゲームを専門に携帯電話サイトを運営するモブキャストとオフィシャル協賛スポンサーを結びリーグ戦とクライマックスシリーズを通して協賛することになった。またパリーグ TV にも協賛することになるモブキャストの冠を添えることになった。以下に実数発表となった2005年以降のペナントレースリーグ戦セパコ流戦における主催試合ホームゲームでの 一試合あたり、平均観客数、人、試合の変遷を示す。2017年シーズンには、平均観客数の上位3チームが、殺戦、幸福、地方中数都市に所在する、地方球団、となり、下位3チームが三大都市圏に所在するチームになった。1952年のフランチャイズ、ホームタウン制度が採用された後は、ホームアウェイ方式で、 原則それぞれ半分ずつの試合を行う。1、1952年度については、決勝リーグ進出チームは、予選と合わせて120試合戦った。また、最終順位の変動をきたす、恐れのある試合については、再試合をするという取り決めがあったに、1997年から2000年と2004年、2015年以降は、リーグ間の対戦は、 総当たりが奇数回となるため、対戦カードのどちらか一方が、ホームゲームを一試合多く行う形、1997年から2000年、2004年は14試合、2015年以降は13試合である。なおその一試合増加分のホームチームは、2004年を除いて2年単位で確認、入れ替え制である。3.2015年以降のセパ交流戦は3回。 総当たりであるため、対戦カードごとに各年で、ホームチームを入れ替える。上記が規定上の対戦回数であるが、諸事情により公式戦を一部中止した年度がある。1975年のシーズンから、指名打者制度、DH 制が採用されている。1952年度は、予選リーグ終了後、上位4チームによる決勝リーグを開催した。 1973年から1982年度は全後期の2シーズン制とし各ステージの優勝チームによるプレイオフ5戦0勝参照制で年間優勝チームを決定した2004年以降は予選リーグの上位3チームがトーナメント式のプレイオフを行う詳細はプレイオフ制度日本プロ野球パシフィックリーグの項を参照プレイオフ制度 日本プロ野球も参照のこと、クライマックスシリーズを参照。人気球団の読売ジャイアンツ阪神タイガースを要するセントラルリーグが人気のせと言われることに対して、オールスターゲームの勝利数、対抗意識から実力のパと言われている。パリーグ各球団の施設応援団やファンがリーグとしての結束力を強固なものにすることを目的とし、 パリーグをこよなく愛するファンの団体として、1982年より、宮田親平により発足した、順派の会という組織が存在する。交流戦が開始されて、以降は、常に、パリーグのチームが上位を占めていることが多く、2010年に、至っては、交流戦上位6球団すべてが、パリーグのチームであった。一方で、実力のパと言われたゆえんである。 オールスターの成績は2000年代以降、8連敗や6連敗などもあり大きく負け越している。パリーグの球団は、セリーグの読売ジャイアンツや阪神タイガースに比べ、観客動員が少なく、それ以上にテレビ放映が少ないため、放映権量の収入はわずかである。そのため、観客像を狙うべく、積極的なファンサービスを行っている。 パリーグ各球団のファンクラブは、ジュニア会員に、ホームで、内外野自由席無料、ビジターで、外野席無料の得点を設けている、例外が東北楽天ゴールデンイーグルスと福岡、ソフトバンクホークスホームゲーム時。これらの得点は、セリーグ球団では広島東洋カープが、ホームの内野自由席無料、地方主催の場合は、外野自由席を東京ヤクルトスワローズが、 ホームの外野自由席無料を行なっているだけ。ちなみに球団が運営に直接関わるファンクラブも日本ハムファイターズが1973年に結成したのが日本書。また、スタジアム内でも福岡ドームやメットライフドームの勝利の花火、ゾゾマリンスタジアム下での特定曜日花火、京セラドーム大阪のお好み焼きタイム等、観客を野球以外で楽しませるための演出や、 入場者へのホームチームノベルティプレゼント、各試合ごとのイベント、ホームチーム地元在住者は証明できれば、内外や自由席無料、サラリーマンは500円、女性は1000円等を行うなど、各球団が様々な営業努力を払っている。この結果、平日のナイターでも多くの観客を動員するまでに至っている。各球団のホームスタジアムでは7回裏に、 ホームチームの球団歌を流すだけでなく、7回表にビジターチームの球団歌を流している。また、以前は全てのスタジアムでビジターチームが勝利した場でもヒーローインタビューを場内に流していたが、北海道日本ハムファイターズのホームゲームでは大多数を占める日本ハムファンの心情に配慮してか、ビジターチームのヒーローインタビューは現状内に流さないようになっている。 2014年途中より、ビジターチームのヒーローインタビューも場内に流れるようになった。近年ではインターネットへの情報掲載や動画配信が非常に盛んであり、IT 系の資本であるソフトバンクや楽天は、もちろん、ロッテや日本ハムも2006年シーズンからインターネット配信へ参入。2007年5月14日には、 パリーグ6球団の共同事業による株式会社、パシフィックリーグマーケティング、PLM が設立され、2008年シーズンからは西部、オリックスが参加するとともに、同シーズンからは、パリーグ6球団が個別で運用管理してきた公式ウェブサイト、携帯向けウェブサイトを PLM が一括管理し、パリーグ主催試合は、パリーグ熱球ライブ、という番組名で、 ヤフー動画の野球中継により無料で配信されることになった交流戦ではパリーグ主催試合のみ配信。その後、諸事情により2010年には有料会員制のパリーグライブ TV に移行。2012年にはパリーグ TV と名称が変更され、2013年にはパリーグオフィシャルスポンサー、特別協賛就任した株式会社。 モブキャストが共産スポンサーとなった。また、2009年8月からはニコニコ生放送で、楽天主催試合の一部を配信開始。2010年からはソフトバンクの主催試合も配信開始されるようになり、2011年からは地方開催試合も含む主催試合全市が生中継で配信されるようになった。携帯電話向けの動画サービスでも、日本ハム、ロッテ、 西部、ソフトバンクの4球団が2006年6月に、プロ野球24を開始して主催試合を、NTT ドコモソフトバンクの従来型携帯電話向けに動画配信ている。2007年シーズンからは楽天が加わり、2008年シーズンからは、オリックスも参加するとともに、経営体制も PLM へ移管された。2009年6月から、 当時 J スポーツで主催ゲームを放送していた4チーム、西武、ロッテ、オリックス、ソフトバンクの試合ダイジェストやヒーローインタビューの動画をパリーグチャンネルと題して YouTube で配信している。同年8月からは楽天がニコニコ動画において同内容の動画配信を開始している。また、西武は独自に YouTube に公式チャンネルを設け、イベントなどの様子を配信している。 YouTube では2010年からは楽天、日本ハムも加わり、パリーグ全チームの動画が配信されるようになった。2001年から2005年まで実施された、パシフィックリーグの毎週月曜日開催の公式戦の相性である。長年、毎週月曜日は、セントラルリーグも含めて、連戦による疲労を抑える目的から公式戦の開催を原則としてくまず、祝日開催並びに、 シーズン後期の予備日が割り当てられる程度しかなかった。しかし、パリーグの活性化につなげていこうという趣旨で2001年から毎週月曜日にパリーグの公式戦を増やすことでこの企画が実施された。このためパリーグでは毎週木曜日を原則休養、あるいは予備日程に割り当てるようにした。基本的にはホームタウンのスタジアムで開かれる試合の2から3。 連戦の最初の試合が対象となっており、地方球場で開かれる試合については、月曜日には開催せず、非、水野に連戦となるケースが一般的だった。しかし6チーム、3試合揃うことは、比較的少なく1から2試合だけというケースも多く、また月曜日には、テレビラジオで野球中継を放送する放送局が、J スポーツ NHKBS1 などの、 衛星放送や文化放送、ラジオ大阪、RKB ラジオ、KBC ラジオなど普段からパリーグの試合を中継している局以外ではほとんどなく、必ずしもパリーグの活性化につながってはいなかった。セパ交流戦が実現したことで2005年を最後に廃止された。1973年から1982年はプレーオフ優勝、もしくは全後期優勝チームが1位。 2位以下は、全校期通算の勝率による順位。2004年から2006年は、プレーオフ優勝チームが1位。2007年隊は、レギュラーシーズン優勝チームが1位。クライマックスシリーズ優勝チームが、日本シリーズ出場。東北楽天ゴールデンイーグルスの平井潮介は、監督代行。1950年のベースボールマガジン新年、特大号で、 東急フライヤーズのサルマル理事が質問に答え、アメリカ横断鉄道のセントラルとトランスパシフィックから、それぞれリーグ名を付けたと語った記事載った。しかしこれは、理事が取材記者の質問をはぐらかして答えたもので、実際には、国際的な視野に立つことを訴いパシフィックという名称が付けられた。一方のセントラルは、日本プロ野球の中心を自負して決められた名称である。 低勝率罰金制度とは年にパシフィックリーグ理事会総裁長田正一の考案した制度でシーズン勝率が350を割った球団から罰金500万円を徴収する制度である。1954年に長田の球団であるダイエースターズが勝率319で第1号となった。翌1955年に トンボユニオンズが勝率。300で第2号となった。これがきっかけで、トンボ鉛筆は、球団スポンサーを降り、翌年から球団名が、高橋ユニオンズに戻った。なお、この制度は1956年に廃止となった。1950年から1958年までは、各球団の持ち回り、1000人職以降後、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。